転生悪役令嬢は見せかけド S 王子をお仕置きしたい。乙女芸の偽ド S 男たちにお仕置きするノリの軽い少女漫画。22話は本物の犬と王子全員押し付け直す無双会。23話は少しフラグっぽいのがあったが、いつも通りの尻叩き会。幼馴染みのさゆちゃんとみひろくんの歪んだ恋愛事情。昔秘密の遊びしてた幼馴染みとの完全女性 USM ラブストーリー。さゆの誕生日会。ドムサブカップルの平和的なイチャイチャ会。事件が起きないのが新鮮だと思った。ストイックな幼馴染みがセックスに興味がないというので試してみることにした。受けの素質がある硬派な幼馴染みとの逆転なし純愛女攻め。純愛かつちゃんと逆転なしは貴重。行動的に 100% 女攻め、女性側の受け軽描写、照れる、愛具など、が皆無なのが神。弱気な僕は彼女に孕まされました。約15分のみの短編。アルファ女×オメガ男の純愛のオメガバースもの、オメガ男が非常に自信がなくて弱気で逆転の匂いが皆無で良き、オメガバ設定が詰め込まれていて、短くて展開が早い。バスケ部エースの二股が発覚したので体でお詫びさせる。二股野郎にお仕置きしてオス豚に落とす話。恋愛要素なし、女性が複数人いるのは珍しい。個人的に、燃えるというよりは面白い。このサークル関連の薬がまた使われた。安心安定の逆転なし。溺愛してたスライムスメイドにぐちゃ泥にされてしまった。タイトル通り。無表情天然土攻めのスライム娘かける行為魔族。スライム娘が無表情で、男だけドロドロにされるのがどこのみ。行為魔族の抵抗感と周期感のある受けっぷりも良かった。見た目で左右はわからない。他人からはそう見えないが実は女攻め男受けのカップルの話。昼はよくいる感じのカップルで、夜はちゃんと逆転なし女攻め。当たり前のように男が一方的に執拗に攻められるのが良き。照り焼きささみどんさんのパンドラシリーズのミニ漫画、幼馴染みの女の子によくセクハラされる無自覚 M のリーマン、ノリの軽い、エロ特化のカラーミニ漫画。安心安定の逆転なし、嫌がりながらも抗えない青年キャラの受けっぷりを摂取できる。